ザエさん、磯の家のサザエさん、世田谷に住んでる血液型 B 型サザエさん。マスオさんの会社は海山商事、カツオとワカメの学校はカモメ第三小学校、サザエさんの声はサリーちゃんのヨッちゃんの声、ワカメの体重は25キロ。マスオさんの夢はパイロットになることだった。サザエさんは口紅をなぜか口の先しかつけない。マスオさんの友達アナゴさんはひどい顔、ノリスケさんの鼻は大きい。ちゃぶ台を囲むときは全員正座して、子供だけ座布団敷いてない。マスオさんと波平さんは会社に行くときはバスに乗り、帰りは駅から歩いて帰ります。何年経っても年取らない、みんな以上に頭がでかい。セーターどうしてくるのかな、ヘアスタイルテクノカット、磯野系と福武の二世代同居住宅だ。だけど表札磯野だけ、福武宛ての手紙はどうする。どうして女房の実家に同居、まるで養子のマスオさん。サザエさん、サザエさん、得意はゴリラの真似、マスオさんからもらったハンドバッグ宝物。さんの仕事は山川商事の課長さん、サザエとマスオはデパートの食堂でお見合いをしました。カツオとワカメは鱗の柄の布団に寝ています。玉役の声優さんは誰。玄関入って右の部屋はカツオとワカメの部屋で、磯野家の戸棚にはケーキやおやつが入ってる。エンディングテーマはみんなでピクニック、お家の中に吸い込まれちゃう。先生の子供は甚六さんと浮江さん、甚六さんはずっと浪人中。昔隣に住んでた浜さんところの犬のジュリーは葉巻を捨てました。カツオが好きなのかおりちゃん、中島くんもかおりちゃんが好き、だけどカツオ好きなのはちょっと強引花沢さん。波平さんは55歳、船さんが52歳、サザエさんはなんと24歳で年寄り受けてる。カツオは小学5年生、ワカメが3年生、計算すると船さんがワカメを産んだの43歳。高年齢出産で帝王切開したのかな。マスオさん、マスオさん、大阪大阪弁をしゃべらない。タラちゃんが歩くときチャラチャラチャラと音がする。イクラちゃんのセリフはハイバブーちゃんだけ。サザエさんの先祖磯野もこず源のスタミナ、波平さんの兄弟は双子の兄さん海平さん。波平さんは毛が1本、海平さんは毛が2本。サザエさん見てるとちょっぴり憂鬱、日曜日もおしまい、明日は会社に行かなきゃ。サザエさん、サザエさん、磯野家のサザエさん、福岡生まれさそり座のサザエさん、まつげないサザエさん、おでこないサザエさん。